ポール・ニューマンとエリザベス・テイラー、熱い途端屋根の猫は、1958年のアメリカ合衆国の映画、メトロゴールドウィン・メイヤー制作で、テネシー・ウィリアムズの同盟の戯曲を映画化した作品。監督は、リチャード・ブルックス。人間の愛と欲望、血脈、心の葛藤を描いた、濃密なドラマである。アカデミー賞では、作品賞と主演賞を含め6部門で、 ノミネートされたが受賞はできなかった。スター俳優たちの W 主演で工業的には成功を収めているアメリカ南部の休暇が舞台。当主のビッグダディの退院を祝いにでき損ないの長男、グーパーとその妻名とその子供たちがやってくる。しかし、それはガンと診断され死期が近いビッグダディの遺産を狙って彼に取り入ろうとする長男夫婦の思惑があった。 ビッグダディ本人は余命わずかなのを知らない。次男のブリックは学生時代フットボールの花形選手だったが今では美貌の妻マギーとの夫婦関係が親友で自殺したスキッパーとマギーの不倫の疑いで冷えきっている。だが不倫の疑いとは実はブリックを愛するマギーがブリックとスキッパーの秘密を探るためスキッパーに近づいたものだった。 ブリックはスキッパーが自殺してから、ショックと悲しみで、叫びたりの生活を送っており、おまけに怪我をして、足を骨折している。一方、ビッグダディは、長男夫婦より、次男のブリックとマギーの方を溺愛していた。日本語吹き替え版、初回放送1971年8月26日、木曜洋画劇場タイトルの、熱いトタン屋根の猫とは、 愛する夫が同性愛に走り、久しく夫婦関係がない欲求不満のマギーのことを指す。映画化に際し、原作2曲のブリックとスキッパーのホモセクシュアルな関係は匂わす程度で止まり、隠された演出となっている。この脚色に原作者のウィリアムズは大変失望したと言われている。撮影期間は1958年3月6日から同年5月19日まで。 ありがとうございます。